どうも、でですひろですじゃあ今日はいよいよオクトパス全員発表されたということで、まあ、その全員発表もそうなんだけどまずうちら残り4人のメンバー当てたということに今歓喜しております私。<laughs> そうだね。そういえばそうだね。そうそうそう。なんか、当てたね。<laughs> 嬉しいメンツだからよかったね。じゃあ早速、オクトパスのメンバー二人ずつ、ちょっと見ていこうと思います。じゃあまずはじめに、このペアから。まあ前回我々はね、小瀬くん、渡るくん、高橋渡るくん、まあ選ばれて、まあちょっとだけ感想は言ったけど、まあ改めて、もうおめでとうって感じだよね。<laughs> いやーそうだねおめでたいねそうだよねなんかやっぱりさ小瀬くんって金髪って感じだねあー確かにそうだねなんか今回はあれなんかなその自分の今までのイメージあでもさ、うん、よく考えればさあの辞退した時ちょっと髪色違ったよね確かそうなん辞退した時の映像は黒かったんよねまあーもう切ない思い出だからねあれねそうそうそうだけどやっぱりさオーディションの当初はさ金髪でやっぱりそのイメージがすごい強烈に残っとるんよねうん うん、だからなんかそのイメージに戻してくれたっていうか、うん、うんうん、なんか原点って感じ小瀬くんはこれって感じがする確かに何かあれかもねもしかしたらみんなが記憶してるであろう髪色ってことだもんねああなるほどね、うん、だとしたらめちゃくちゃ粋<う>な男だねね嬉しいなんかファンに寄り添ってくれてる感じがして、うん、で次が高橋君橋君もさもうすごいビジュアルの仕上がりがすごいよねいやでも前からすごかったかうんなんか前からすごい整ってたけどなんか更に磨きがかかった っていうか、やっぱりデビューする人ってどんどんなんか洗礼されてくんかね。うん、確かになんかさ花がより出てきた感じがするね。うん,うん、わか,か,かる。わかる。わかるで。なんかさ。あのプデの時はミ1分の時はピンクのさ。髪色のイメージがすごい。強くて。私はうん,うんうん。そうだから、そこからこういった。落ち着いた髪色じゃん。なんかそれもすごい似合うね。うん,うん、確かね。最初黒に金メッシュで、その次ピンクになって脱落って感じだったから。ほら俺好きだからちょっと覚えとるんよ。うん、<laughs> 詳しいね。さす <laughs> <だ> <laughs> そうそうだけどなんかもうこの真っ黒っていうのはねなんか初めて、まあ、このアーシャだと黒だけどもしかしたらちょっと紫っぽいんかなだけどこの暗い感じ似合うねめちゃくちゃうん似合う似合うえなんかしかもこのシャツさよく見たらめっちゃ可愛くないああそうだねなんかさなんだろうネクタイっぽいというかでもそういナチュラルなんだろうねナチュラルにネクタイっぽいどういうこといやだけどネクタイっぽいけどなんかつながっとるんよシャツにねすごいね王子様的なそういういことかか <laughs> なんかでもよくシャツそういう

やっぱ栗田くんはね、やっぱり相変わらず顔がいいね。うん。これもう前回の動画でも言ったけど、まあそれはもうもちろん。なんかやっぱ目がすごいよね、目が。うん、目すっごい目力半端ないね。なんかあとさ、小動物っぽさもあるじゃん。うんうん。なんかそれもいいよね。確かに。うん、わかるわかる。あと私思ったんがツイッター見てたらさ、いいねみたいなやつあるじゃん、ハートの。うんうんうん。あれ栗田くんさ、すごい多くて、注目の高さがね、うかがえるよね。あー、確かに。そうだ、ね 今見てみたら、まあみんなすごく多いんだけど、本当だクリタくんね。やっぱりなんかビジュアル的にもやっぱパッと華やかってか目が引くもんね。うんうん、うん、そうだね。なんかさこの髪のメッシュの感じもなんか新しいしね。いいよね。確かにすごい。え、めちゃくちゃ3,4色ぐらい混ざってない。すごいね。あ、そんな混ざってんの？すごいね。うん。で中野海歩くん？いや違うよ。海歩くんだよ。あ、ごめんごめん。<laughs> 今はオクトパスのカイホくんね。そう。カイホくん、解明されたんかな、オクトパス用に。うんうん、なるほど。うんうん。カイホくんは本当意味でずっと変わんないよね。うんうん。そうだね。なんかでもさ、<うん S 1> なんかよりシャープな感じがするね。メイクしてるからっていうのももちろんあると思うけど、うんうんうん。なんかスタイリッシュ、よりスタイリッシュな感じ。今までの私のイメージだとさ、割とヒップホップでさ、クールでかっこいいみたいな。<あー S 1> そそうそう,そうイメージが強かったけど確かにそう今回は確かにそうオクトパスに合わせたシャープさというかスマートさがあってよりこれもいいねあ確かにそうだね言われてみれば本当ラッパーっていうか結構ようようみたいなそうだねそういう雰囲気っていうかそういうイメージ強かったけどなんか本当にこの正統派もめちゃくちゃ似合うねいやめちゃくちゃ似合うし私は太郎のようようがちょっと気になって <laughs> ちょっと待って <laughs> ヒップホップのイメージ古すぎたかな <laughs> タロが ちちょ何かまねというか出てくるラップのイメージなんかちょっと面白いよね <laughs> そう無理して言っとる感あるよね <laughs> あるあるで次が四つこぼもうこの2人はさ前回はそう予想予想だけだったから、うん、いやー本当めでたいいやー本当にね、まあ、予想はしてたもののやっぱりいざこうやってビジュアル出るとさめちゃくちゃ湧いたよねうん私はやっぱりさあの小堀くんめちゃくちゃデビューしてほしかったからそうやったよしって感じの。 もう気持ちですよいやー本当にねだって昨日小堀くん出た瞬間マジで「よっしゃ!」ってなったもんねえそしてさこのビジュアルですよ本当に洗練されておりますね確かになんかもともと顔立ちはね整ってるとはいえやっぱり何かねさらに磨きがかかってかっこよさがぐんと増したよねそうだねいやーなんかちょっと本当にね 早く活動してるのを見たい。うん、ね、あのパフォーマンスしてるのを早く見たいよね。うん、うん、うん。あと、やっぱり小堀くんはさ。 歌もやってたけどラップも良かったじゃんあエメンの時？そうそうそうどっちやるんだろうなっていうのが結構楽しみあーそうだね確かにシクプラの時はねボーカルだったけどそうだねエメンの時ラップやってたもんねそうそうそうウィーキャンナイキーのやつねこのまるが好きなとこじゃんそうそうそう向かってくるやつで四谷くん四谷くんもねなんかさてかまあそもそもこの2人がなんかペアでいいまあペアみたいな感じで発表されるんがなんか熱い まあ、そもそもねいや熱かったねなんか吉本さん分かってるって思ったよねうん <laughs> ここのファン多いんかなみたいなケミ多いんかなみたいな感じでやったんかな、うん、そうもちろんもうその思惑通りねめちゃ湧いたよね、うん、でこのビジュアルねなんかさ四谷君はさまなざしがよくないなんか目の優しさというかあ確かに彼の優しさが表情に表れるよねそうそうそうなんか本当にさなんか性格の良さというか、まあ、人 に対するなんか接し方というかてかさ,、ま、さにと友達だったよねあーそうそうそうめちゃ仲良かったよねそうやっぱもうまさにと友達はやっぱいい人しかおらんていうかまあ逆なんかなよつや君と友達はいいいいなないなみたいなそういう感じなんかなあーそうだねやっぱ似た者同士さくっつくってか仲良くなるじゃんねやっぱりうんうんうん,うん、うん、いや四谷くんもねなんか太陽みたいな温かな人だよねあー確かにってことはさやっぱやっぱ仲いいまあ仲いいのか分からんけど多分仲いいこぼれくんもたなんか優しい ってことでいいいやーそりゃそうだしも優しいよ <laughs> 誰うちら <laughs> 何が柊 <laughs> も優しいよな <laughs> <誰> <laughs> ウェンジャちゃんいい子だよ、ね、<laughs> なんかうちらやっぱそう練習生とかに思い入れありすぎてすぐ友達っぽくさ話しちゃう節あるじゃん <laughs> そ,うそうだね <laughs> ウェンジャちゃんいい子だもんねみたいなね <laughs> <laughs> そうそうそうちなみにガルプラの話ねこれは <laughs> で次が、まあ、こちらで。 まあ中村斗真くんね、もう見てよ、このさ、仕上がり。ねすごい、なんか本当にビジュアルいいよね。いや、てかさ、しかもさ、このなんか、なんだろう、表情の作り方、なんかすごくないうん、てか、なんかもう、アイドル何年もやってました、みたいなさ、もうすごいアイドル顔っていうか、この表情の作り方っていうかさ。いや、そうなんよ。この感じのさ、なんか表情、めっちゃ天才じゃない呼んだ僕、アイドルだけど呼んだみたいなさ、なんか、そう、そうそ、すごいいいよね。 そう全然ねなんかこれからデビューしますって人の顔じゃないんよこれもああんかやっぱさなんか全て言って中村斗真君ってさなんかレベル高いじゃんうんうん確かにそうだからやっぱねこういう表情作りまでやっぱプロいのよあー確かにねそう見せ方はねか1分時もさそのステージとかの見せ方とか表現力とか、まあ、もちろんボーカルもだし何、うん、かそういうの素晴らしかったもんねうんうんうんあとさまあビジュアルももちろんいいけど やっぱ人間性はすごい良かったじゃん中村トーマくんってああそうだねあ間違えたトーマくんって <laughs> そうだそうだそうだトーマくんなんだね今オクトパスのそうそうそう,そうだからなんか今回さこの オクトパスに入ってくくれたんがすごい良くないななんかメンタル面でもあーそうだね絶対メンバーを支えてくれるもんねそうそうそうなんか精神的支柱になりそうな気がするねうん、うん、そうだねで次が太田駿く君もう太田駿く君もさやっぱり惜しまれて脱落した一人だったじゃんうんいや本当にね何だろう最後にふさわしいというか大取り感はあるよねあすっごいわかるうんね太田君さまあ最後予想は してたものの最後に来た時来たーってなったよねいやそうなんなったなったそれでいてさ見てこのさセンター分けの感じのさビジュアルなんかまたちょっと違った感じじゃん髪伸びてうんうんうんそうだねいやすごいかっこよくない かっこよくなった。なんかそうだね。もうちょっと髪短かったもんね。そうそうそう。でなんか今回はね、やっぱコンセプトに合わせたんかな。なんかね、美しいよね、うん、もはや。美しい。なんか、彼ってさ、結構面白いキャラだったってか、そういう雰囲気なんかそういうイメージが強いから、うん、なんかこんなにさ、雰囲気ある表情でさ、めちゃくちゃ、まあ元が良かったんだけど、うん、うさらにね、なんかかっこよくなっていいよね。いや、いいよ。もうすごい。めっちゃいいじゃん。<laughs> <laughs> めっちゃ今拡大してるから、<laughs> 私よ<は>。でも、そうだよね。めっちゃいいよね。うん、めっちゃいいよ。よかった、うん、マジで。本当にさ、デビューしてくれてよかったね。そうだね。太田修正くんさ、ずっと結構上位にいたからさ、ね最後ほんと惜しかったもんね。うん。いや、本当に安心。これでね、ファンも安心だね。<laughs> うん。いや、本当だよ。待ってた人いっぱいいると思う。いや、そうだね。で、このね、全員バージョンの画像もあるじゃん。まあ、ちょっとそれ見ると、<laughs> もうね、やっぱさ、全員 全員揃うとさ圧巻だよねいやーわかるなんかこのやっぱそれぞれのティザーも良かったけど、うんうん、揃ったら集結感あるよねまあそれは当たり前なんだけど揃ったら集結感 <laughs> <laughs> なんかいいよね一目でこうやって見ると強い。うんいや 結構これはね、売れる気がするよ。うん。なんかもうさ、すでにまとまりあるよね、ビジュアルっていうかさ、このグループ感っていうか、もうすでに感じる。うん、確かに。で、やっぱりさ、派生グループでさ、うちら、みんなのことどういう、全部が全部じゃないとは思うけど、なんかどういうせっかくかとか、何が得意でとかさ、やっぱ知ってるから、より親しみ分けやすいからさ、やっぱ応援したくなるよね。うん、いや、そうなんよ。そう。もうさ、オーディションのこととか思い浮かべちゃうよね、どうしても。うん。でもやっぱりさ ないとと絡みとかあるんかね。ああ、いやーそれはもうね公にとか普通に公式的に絡めるもんねきっと吉本だから。あーどうなんだろうなんかさなんかさこれ前回の動画でも言ったじゃんなんか後ろ,、うん、後ろっていうかまあ吉本の本社では合ってそうだよねとは思ったんだけど。 塾のあのあボロいさ <laughs> 学校で <laughs> <laughs> 確かにね。うんうん、そうそうそう。でもなんかさ、あの、ほら、日部1のオーブと JO1 は、なんか、同じ傾向には出てるけど、みたいな。あんまり表立って絡みはがっつりはないもんね。うん、そうだね。そういうのはまだね、見られてないよね。うん。まあだからさ、今回はどうなんだろうなっていう。あえて絡みがなかったりとかは、まあ、ありえるんかね。うん。確かにまだちょっと もったいぶるんかな最初はもうお互いそれぞれのグループで頑張ってみたいな感じなんかな。ああ、なるほど。やっぱり、オクトパスは INI と一緒にやっぱ切磋琢磨して、ね、まあ INI がさ、やっぱり今回すごい数字叩き出してるから、まあそれにね、より近づけるように、うん、まあ売れてほしいよね。いや、ほんとそう。もうね、もう元はさ、同じ釜の飯を食った仲じゃないけど、やっぱりさ、仲間だったからさ。<laughs> そうだね。うん、いいね。 かまど飯いい、ね、そ,うそ,うそ,うそうそう。でも本当にそうだよね。一緒に食べ食べてたもんね。うん、<laughs> うん。だからやっぱりさ、思い入れはさ、このオクトパスのメンバーにももちろんたくさんあるから、うん、うん。一緒にね、もう盛り上げてってほしいし、このボーイズグループ会を。うん。やっぱ頑張ってほしいよね。いや、そうだね。でもやっぱ大切なのが曲とかも大切だからさ、めっちゃいい曲恵まれてほしいね、うん。そうだね。いい曲と、あとね、いい振り付け。それをね、<ー>ね、ぜひこのメンバーで見たいよね。ね。 で、さっきなんかさ、今こうやって収録してたら、ちょうどさ、なんかオクトパスから挨拶みたいな動画出たじゃん。出たね、ちょうど。そう、We are O クトパスってなんかさ、挨拶してくれてるじゃん。で、やっぱ思ったんは、うん、その一人一人動いてるのを見れて嬉しいもあるし、まあ、そもそも英語と韓国語でも挨拶できるメンバーがいるっていう、この強み。あー、ねーそうだね。うん。なんかやっぱりさ、 INI もそういう話できるメンバー多いじゃん。うん。そう。でもなんか、ここ、オクトパスも、こっちも行けるよ、みたいな感じしていいよね。確かに。なんか、心強いよね、やっぱり。うん。強い。心強いし、強いよ。いやー、ほんと強い。なんか、すごい、一気にね、もう、グローバルも視野に入れてるんかな。なんか、ね、INI と一緒にさ、どんどんね、世界に羽ばたいていってほしいよね。いや、そうだね。なんか、やっぱ、結婚とか出てほしいね。うん。いやー、もちろんもちろんそうだね。あー、やっぱ、そうだったらあれなんかな。 やっぱ JO1、o オーブエ e n ン、i n i o c t o ス u s ってやっぱなんか急に5組出るみたいなやつも、まあなんかなくはないよね、普通に。<laughs> 確かに。確かに。そうだね。全然あると思う。もうなんか吉本フェスティバルできるよね、普通に。<laughs> 確かに。うちらいつもそれ望ん、ね、ラポネファミリーコンサート望んだりさ、その。今度は吉本ファミリーコンサートです。そ <laughs> りや一気に名前ダサいじゃん、それ。<laughs> でも吉本ファミリーってなったら、n m b もいるし、あの、吉本坂もいるから。いや、吉本坂もね、活動休止なんよ。<laughs> あ、そうだ知らない間に <laughs>。そうなん、活動休止なったん。ああ<ー>。<laughs> 残念、うん。残念。残念。まあ <ザ S 1> はいはい。うん、<laughs> まあなんかさ、あとは決まってるのかわかんないけどさ、こうやって全体の感じ見たらさ、リーダー誰なんだろうとかさ、センター誰なんだろうとか、うん、ちょっとなんだろう。より気になるよね。うん。そうだね。今出してるこの写真だと、高橋渡くんがセンターっぽいけど、他の写真だとね、太田俊聖くんが真ん中だったりもするから。そうそうそう。うん。そうだね。でもまあ、ファイナリストでって感じだと、やっぱ太田俊聖くんかなという気もするし、うん。 あとは、私はさ、ほら、個人的にはさ、小堀くん好きだから、小堀くんセンターも見てみたいなっていう気持ちもあるし、もちろんさ、栗田くんも人気あるから、いやみんな、やっぱあれかな、曲によって違うパターンかな。あー、それでもいいね。あー、うん、でも確かに、シューセンターも見たいなうん、ね。あとはやっぱ、ランウェイの男でさ、トーマくんがいるから。あー、確かに。てか、もう、この白い衣装だからもう、もうむしろランウェイやってくれみたいなところあるよね。確かに。確かに。これ、ランウェイできそうじゃん。<laughs> ね <laughs> いや、全然できるよ。もうセンターもいるしさ。うん。<laughs> しかもさ、なんかさ、吉本だからさ、なんか歌ってもいいんじゃないかって思っちゃうよね。<laughs> ラウメ。別に、オクトパスバージョンありだと思うんだけど、正直。あー、確かに。だって、折り面がいるわけだしね。そう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 。サヤネイマーで365インチの紙飛行機さ、ソロで歌ったりさ、n m b とで歌ったりとか、うん、いろいろやってたから、ありだよね。うん、<laughs> ちょっと、たとえ、たとえ、まあ、わかるけど、わ<う>からんな。ちょっと <laughs>。<laughs> 使えるってことだよね。そうそうそう。<laughs> 姉妹グループみたいなもんだね、かも。そうだね、兄弟グループ。<laughs> なんかね、うん、そうだね。<laughs> <laughs> あとはさやっぱリーダーがあれなんだろうみたいなまあやっぱトーマくんはなんかありえる感じもするしねうんうんいやーそらトーマさんはありえるようんあとはコセくんうんここでもさあれだもんねトーマくんとコセくんが同じ年齢同じラインなんだよねうん98ラインっぽいねそういやいろいろさなんかこうやってみるとなんか膨らむね妄想がいやーそうだね妄想膨らむしどんどんワクワクしてきたねあとこの「オクトパス」のさ番組ギャオで配信されるっぽいじゃ あ、生配信だっけなうんなんか結成記念生配信っぽいねいやーそんなのもあるからこれは見ないといけないやつじゃんいやーもちろんもちろんそうだねねえだからさみんな揃った生配信が楽しみだよね